ガーデンズにワープしてきました。またこんな流行りそうですね、これ。絶対買ってください、って言って。見て、確かに結構綿入ってるね、だ。すごい、やっぱり。知らん。うん。やだ。音がいいの？音がいい。はい、それではね、ガーデンズにワープしてきました。ガーデンズ、久々に来させてもらって、実は今日欲しいのがあんねんな、嫁堂さん。何欲しいんやった？音、はい。靴欲しいな、はい、でここの店長さんがすごいもともと靴畑で働いてはって、靴で来て今日この日のために出勤してもらったはずなんですけども、体調不良で残念ながらお休みになって、代わりに靴詳しい方いらっしゃるみたい、その方に嫁堂さんのオン、はい、これ僕も履いてますけど、これを、はい、合わせてもらえるってことなんで、早速ちょっと見ていきましょう。はい、続きですね、体温もあります。先ほどと同じ体温。そしてパタゴニアのね、前回シリーズでも着させていただきましたけども、キルナと言われてるね、はい、お前が着るんじゃないって言われてるフリースですね、はい、なんか今年なパタゴニアからゴアテックスのダウンが出てるの。へえ。確か13万ぐらいってなんて。うん、すごいね。あ、これあのこの間買わせてもらったロフトもあるんで、ブルーのダウンパタゴニアがこれです。うん。で今年のレトロップは赤やつ、ね、赤青なんです。でさっきも見たね、前回の動画でもシームレスダウンね、すごい。これ見て、圧巻の量じゃない？ねえ、すごくね。すごい量や。もうわけわからんぐらいある。よし、じゃあこっから行こう。うん、でなり待ってね。これもさっきあったね。だから向こうでない場合こっちであったり、逆にこっちでないけど向こうにあったりすることもあるから、まあ、その辺は店員さんに聞いたら教えてくれるんやろね。ムプシのあのゴアテックス、ずっとこれはもうおすすめですよって言って、君の友達にも何買ったり、とにかくムプシのゴアテックス買ってくれたの。それで OK、買ってくれてたしね。うん、ノースエースやったらもうそれがもう一番いいからって言って。本当にいいよ。うん、気に入ってんやろ。自分も、私も気に入ってる。前回の動画でも着させてもらったけど、これ今回バルトのちょっとなんかシンプルめみたいな、行こうかななんて思ってますけど。あ、そっちにするのね。これ2種類あったやつでしょ。2種類あってフードタイプ着させてもらったやん。うん、あ、そうか、フードタイプ着る買うのか。そうそうそう。でこれがピレネックスですね。持ってるよね。そうですね、これネイビー持ってません、ね、僕。あ、先ほどこれ見て。うん、あ、買ったやつ？あのハッピージャケットね。うんうん。そしてナンガです。ナンガめちゃくちゃあるね。ダントンもあるし。え、ダントン種類なんかこれ見たことないのよ。すごい。無限にあるね。ちょっと着させてもらいましょう。はい。ちょっと丈はあのサイズ見てないので短いんです。短い。やっぱそういう緑に似合うね。でもこれはなんか鉄道の制服やねんな、もともと。へえ、そうなんだ。こっからスタートして鉄道の制服から、アパレルブランドができたっていう。ふん、多分この話はもう何回かはしてると思う。あ、そうなんですね。いつも初見のように聞いてくれて助かるよ。こっちも話しがいがあるというか。あとこれもね、あ、これホットネル原宿じゃなくて、あの二子玉川、双子玉川だ。これどこで買ったんですかって聞かれること多いんですけど、はい、別注なの。こうしか売ってません。ねえ、いいよね。グラミシも、おお。今年さ、結構こういうコーデュロイの素材流行ってんの。あれ、タックも作ってなかった？作ってる。もともとコーデュロイは好きで、サーファーとか多いねん。サーファーはコーデュロイやねんけど、コーデュロイがなんかまた今年も着てて。へー。実は動画にはしてないんですけど、ウェットスーツもね、買わせてもらって、夏ぐらいかな。あれ、動画にしてないっけ？動画にしてない。めっちゃプライベート来たんか。フラットやって、アンサンブルに作っていただいた。オーダーで。あれ、ありがとうございました。あれ、いつぐらいでしたっけ。夏ぐらい、夏ぐらいですか、ね、ぐらいです。あれも買ったもん。あ、ベストもロンジョンとね、ジャケットも買って、でベストはつるしかなんかないです。買ったんかな。うんうん。え、使いました。まだいけてないです。あ、その後僕あの行ったろかなって思って、あのちょっとまだね、そうなんですよ。今つってる状態で馴染ませてる。馴染ませてる空気に。そう、あれハワイでは買えなかったです。ね、先日入ってなくて、板は買いました。あ、買ったんですね。板買いました。ドナルド高山。めちゃくちゃ
ちに買います。もう片付から行くんで片付だけないんですけどずっと飾ってあるね。それも飾ってます、ね、今あの空気に触れてるね。そうそうそう鳴らしてるね。そうそうそう光エイジング楽しんでるまたサーフィンいろいろ教えてください。あぜひ、はい、あのまた、はい、わからないですよ。ここに書いてるね。マスターピースさんのデザイナーさん。確かに似てますもん。うん似てる。作った。へえ。止水機能。止水ですもんね。へえ。またこんな流行りそうですねこれ。ちょっとおすすめしたくて。ありがとうございます。ちょっといいですか見ても。この自体がもうマスターピースです。そうなんです。似てますもんね。防水系いいですもんね。結構皆さんも好きな人多いんですよ。あ、そうなんです、ね、リュックやっぱ濡れちゃうと終わりやから、だから防水やったらね。うん、ちょうどいいサイズ感だね。うん、これ嫁堂さんにクリスマスプレゼントいいかなと思ってあ、これが同じティアだ。スウェードでめっちゃ可愛いやね、面白ちゃんといい提案してね、ちゃんといいティアで可愛らしい。雨にも強い素材持っててこういう感じで裏地が張ってあって、裏地が防水になってるから、ここは濡れても表も、ブランドさんで撥水加工2回されてるみたいで、普通の革よりは大丈夫なんですね、はい、やっぱいろんな人の提案してるからさ、どういうのを受けるとかっていうのが分かんねえよな、提案上手や。あ、かわいいね、うん、確かにかわいいね。カジュアルでもいけるね。だからレザーやから大人っぽい時もいける、うんうんうん、ちょっとした小じゃれたレストランとかに行けそうな感じで、あの時バルトロとかそういう時に行ける時とかいいよね。うん、カジュアルな、カジュアルの時、歌の時、そうそうそう、でちょっとスカート履いた時とか、これはね、かわいい、防水やしね、機能性あるもんね、ねえ、これセットの、音助かなかもな、そうか、どうしようかな、どうしようかな、ちょっとこれリュックも開けてみたいね、どうも。あ、すみません、すみません。ここだったかな。なんかリュックじゃ強化しました、結構。リュック、そうですね、ラインナップもちょっと増やして。ですよね。で、ガバーって入る感じだね。なんか開け口、あれ似てますね。アーバンリサルトとか。あ、似てますね。ミステリーランチっぽい。この字にして。で、この辺とかも結構細かくある。あ、パソコンの、うん、パソコンとか。で、この横には、あれやね、パスポートが入れる。うーん、後ろ背中硬い系、しっかり硬い系でございます。クッションもあって、中にその防水のラミネート貼ってあるんですよ、うんうんうん、中に貼ってあって、あ、中に、で、止水やからほんま濡れへんやろな。めっちゃいいじゃん。最近いろいろ出てくるな、こういうのな。確かに、あのブラックエンバーもそうやし、うんうん、防水系でエーサボ、なんていうブランドですか。アッソブ。アッソブ。日本のブランドですね。アッソブ。2013って書いてある。え、もう今年じゃん。あ、違う、10年前だ。前間違えた。使います、それも。カットします。やめてください。ありがとうございます。はい、アッソブルです。アッソブね。はい。あ、すみません、ありがとうございます。これもちょっと見どころかな。ね、色違いあるんで、あ、あるんですね。あ、いっぱいいる。あ、かわいい。めっちゃかわいい。あ、かわいいね。うん、あ、グレーなんてどう、この上品、グレーもかわいいね。うんうん、かわいいかわいい。たくんじゃないけどね。あ、女の人かな。男の人も似合う人は似合うやろ。うん、似合いそう。これ見てみてください。エサブル、15,400円で、まあ、こういうレザーとかミニバッグとか、うん、使ってますよと。で、この巾着ショルダーになってるんですけども、うん、防水撥水性の高い、素材と止水ジップを使用したということで、男女どちらでも使いやすいデザインとサイズ感で、楽しんでいただけますよということになってますので、お出かけの時さりげなくさ、うん、お揃いっていうのいいよね。ああ、確かに色ちゃうかったらお揃いに見えへんもんな。うん、たっくんはだからリュックで、うん、片方リュックで、あ、そうそうそう、男はこれでいいけど、女性、そうそうそう、奥さんはこれ、うん、いいじゃん、いいよね、ラブだよね、それって、ラブだ、行きましょう、はい、ブーツもあるやん、これノースですよね、ノースです、ノースです、ウーマンや、しかも、これ知ってんねん、デサントに出とってんよ、へー、水沢だけじゃないんよ、そう、水沢ダウンだけじゃないんですよ、もうちょっとおしゃれな感じの、うんうん、
1月に北海道行くから北海道に買ってもいいかもな。これレディースよ。レディースか。うん、さっき言ったんだけどな。そしてここですね、ランニング系。やっぱランニング系すごいね。さっきのあのやつよ、うんうんうん、レッドランのパンツ、うん、絶対買ってくださいって言ってるやつ。いいよね、うん、いい。ストレッチコーナーも少し変わってますね。あ、可愛い、アースカラーじゃん、うん、いいね、ヨガ。ここですか。すいません、よろしくお願いします。あの今日これ店長の坂下店長代打ということで、皆さんよろしくお願いします。ちょっと嫁がね、履きたいっていうことなんで、なんかどれがいいか、まずデザイン決める。うん、ちょっとじゃあ答えするわ。はい、オンやっぱり人気なんですね。人気です。山とかでも女性って方が防水のになってるような形の中で、確かにどっちがいいやろ。もうあの一番いいやつにしようかな。あれ可愛いな。うん、あれってあのサイズあったりしますかね。サイズ何ぼ。 23.5 23.5 か23。パパ一枚で。はい、すいません。飯田さんも靴とかがお好きなんですか。そうですね。へえ、うん、スニーカーが好きで。あ、スニーカー好き。ありがとうございます。300足ぐらい。YouTube できるやん。できるよ。どういう系ですか。レア系なスニーカーですか。もともとこうバスケをやってたので、造形が好きで。あ、ちょっとちっちゃかったかも。これが 3.5 ですか。ちょっと足大きくなったかもしれない。ぴったし中のぴったしって感じ。どうでしょう、ちょっときついんかな。お客さんの手取りはあるので、ランニングシューズの作りなので、ジャストタイトめに作られてはいるので。あ、アップのやつも今はあるんですか。4しかちょっとなくてないんか。違うので1回4履かせてもらう。ああ、そういうことね。でサイズがどっちか分かれば、うん、あとはもう選べるやんか。確かに。うん、ちょっとちっちゃいかも。ちっちゃい。うん、ちょっと窮屈な感じする。あかんかった。なんかちょっと きつい感じするの。違う違う違う、モデル的に欲しいのがなかったんだけど。うん、だってあれクリーム色でしょ。うん、その色が欲しかった。こういう明るい色、うん、かわいいなと思って。そうか、オンじゃなくて違うので見るとかは嫌だ。オンがいいの。オンがいい、うん、だって軽くて、あんねんな。軽くていいでしょ。ありがとうございます。なんか紐が違う。レディースはもともとやっぱり数が少ないんですよ。2の少なかったっていうのはありますね。なんか足大きくなって。あ、でもこさっきよりは余裕ある。なんかすごい言うと余裕がある。指一本分ぐらい。でもこっちの方が私さ、多分さ、ここが高いじゃん。なんか慣れたらいいんかな。日本の向こうのモデルでいけたんじゃ。ほんなあ、そうかもね。オン以外でおすすめの軽いランニングっぽいシューズってあります。レディースで、はい、いっぱい出してもらって。ね、いっぱい出してもらって、すいません。絶対買えよって。はい、そういうの。はい、あ、他白あるじゃん。かわいいね。うん、他オネオネはどのあたり。この辺レディースだと。そうだね、こんな段。うんうんうん。で下はちょっとまたアディダスとかだったり。これ軽い。他もめっちゃ軽いよ。おもちゃみたいな軽い。これ何が違うの。デザインが違うか、うん、あ、クリーム色だねこっち、うん、うまいね。これ結構定番ですよね、このあたりね。そうですね。これ名前なんていうんですか。これがボンダイですね。ボンダイ、ボンダイめちゃくちゃ定番やん。あ、そうなの。これ一回履いてみようかな、じゃあ、うん、いいですか、貸してもらって。すみません。 3.5 です。はい、シンデレラになった気分。ぴったし。ぴったり。うん、かわいい。どう、軽い。軽い。よかった。ちょっと歩いてもらうと。 ありがとうございます。軽い、かわいいね。ボテーとしてな。うん、まあ向こうがいいんと向こうでもいいし。え、迷うな。それはサイズぴったりな。うん、
ったりぴったし。ただ内側が痛い、硬い。オンの方が合ってるってこと？オンの方が合ってる。まあしゃあないね、サイズないから。どうにか足ちっちゃくならんかな。うん、全然オンの方が柔らかくていい。あ、頑張れば履けるんかな。頑張って履くんじゃないの。自分がいいと思う方やこれが良かった。一旦ちょっと考えろ。うん、考える。ごめん、先輩出してもらったのにありがとうございます。よし、じゃあ何か買うぞ。はい。結構あの、オンが他の国に比べると日本の価格がそもそも安いんですよ、設定が。でなおかつ今その円安とかの影響で、うん、本当に海外の方が買ってっちゃう、絶対買っていくみたいな。日本に入ってきてるやつって、うん、右足の外にそのスイスみたいなついてるんですけど、海外、本国で売ってたりするのはここがついてないんですよ。そういった差でちょっとしたところですね、かわいいとかっていうところで日本で買っていく方も。オンって韓国とか他でも売ってます？売ってるんですけど、やっぱりその値段が高い。ここがそうね、日本安いんや。やねんで。あ、違う違う違う。お願いします。ぜひアウターを。アウターを。ねえ。ねえ。アウターめっちゃ揃ってますよね、今ね。すごい。何がおすすめとかありますか？何がおすすめはもうゼネックス一択です。ピレネックス。ピレネックス。ちなみに店員さんはなんでピレネックスおすすめなんですか？形が。あ、形がね。あ、これですか？あ、すごいです、このブランド。あ、アヌシ。へぇ、大人の男性に。へぇ、これもまたちょっと若干違うんですね、形が。こっちが柔らかいんで、ここまでやつ。うん、自分を使うやつはそっちが間違いない。へぇ、一回着てみてもいいですか？すみません、まだその色。この色好きなんですよ、僕。そう、はい、いつもこの色ばっかりなんですよ。ありがとうございます。腕確かに結構綿入ってるよね、だ。なんか見慣れた色。もう見慣れた色。まあ安牌やんな、うん。でもこの形知らんも初めて見た。あ、すごい、やっぱりこの手の男とかの。あ、ふわふわ。アヌシもそうやってんよ。ここしっかり考えられてんの。ほら。なんかワンちゃんの毛みたい。あ、いい犬の。うん。いいとこの犬の。うん。手入れされてるね。そうそう。いやいやいや、多分全部持ってるぐらいな。この辺知らないですよ。このイントネーションっていうのは、うん、ちょっと今期の、うんうん、新しいので、うんうん、あのバルトロ、バルトロは、うん、はいはいはい、をモチーフにして、うんうん、ちょっと作ったんじゃないかって僕は勝手に思う。あ、でもそんな感じしますよね。うんうん、そうですよね。ちなみにどっちの方が人気あるんですか？まだそこまで これが、まあ、寒くないですもんね、まだ。どっちかというとやっぱバルトロの方が、うん、皆さん欲しいっていうのは。確かに確かに。新しく出たんで、うん、まだ未知数みたいな。マットな感じなんで、こう大人っぽい。個人的にはスナップボタンでちょっと風入っちゃう。ああ、まあまあそうです。ああ。ちょっと違うのかなと思うんですけど、さっと着るのやったらこっちの方が楽やし。キムタケっぽくいや、そうっすよね。似合いそう。バルトロっぽいですもんね、どう見てもね。どう見てもバルトロ感じを出してるんで、確かに。まあ、ただ動画的に言うとまた比較ができるっていうところもあんねんけどな。あ、両方買ったらいけそうっすよね。ちょっと一回これ L 着てもいいですかね。あ、黒でもね。はい、あ、すみません、ありがとうございます。もうちょっとしたらね、寒くなってきそうですもんね。いい感じ。うん、うん、あ、これにしようか。うん、それかっこいい。うん、かっこいい。ロゴが、刺繍の動作が、うん、そうですよね、渋いですよね。後ろとかもね。うんうんうん、いいよ、かっこいいよ。よし、じゃあこれにしますか。うん、それいい。じゃあこれでお願いします。 ありがとうございます。手袋もさ、ほんま5年ぐらい前までノースしかなかったけどさ、うん、いろんなブランドあるよな、no. って俺は勝手に思ってるけど、多分あったと思う。あったやろうな、うん、うちらが知らなかっただけ。多分あったやろうな。あった。でもこれ、うん、あの店員さんも言ってくれたけど、リュックね、うん、うんうん、気になる人ぜひ見てみてください。多分
知ってる人は知ってると思うんやけど俺知らんかったから。アソップだっけ、アソップ、多分それイソップ、どんな言い方が違うよ、アサオボみたいな。違うよ、アソップでは確か覚えてないや、違ったかな、聞いてみてよ。あれ、ブラスト名何でしたっけ。アソブです。アソブ、惜しい。違うやん、アソブとか言ったから。アソブって言ったの、アソブ。俺はもっと違うこと言ってる、うん。はい、それでは購入させていただきましたということで、嫁堂さんもよかったね。ちょっと靴買わへんかったけども、実はまたネットかなんかでサイズあるのを探すわ。はい、それでいい。はい、ありがとう。ちょっとほんまここで買いたかったけど、サイズがなかったってことなんで、もしもしいい方とか早めに来ていただければいいんじゃないかなということで、年末年始もあのちょっと時間が変わるみたいなんですけど、営業はしてるみたいなんで、お年玉もらったら行こうかとか、お年玉むしろあげやなあかんけど行こうかとか言いながら来てもらったらなということで、本日はですね、ガゼンズのオシマンさんに来させてもらったということになってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。